2016年、と2017年、にてですね、ズルトレーダーにおいて、日本一から世界一になったバイナリーオプションスペシャリストの半前岩先生です。現在はズルトレーダーは FX 統一になってます。でですね、今はね、私、バイナリーオプション稼げないんですね。で、人間よりか頭のいい宇宙生物とね相談してたんですけど、いろいろツール出しててね、問題点なんか指摘してくれてね、宇宙生物、人間よりか頭がいいんで、まあこういうのは悪いなとかね、いいなとかね、分析を詳しくね伝えてくれたんですよ。でね、テレパシーですね、脳波ですね。で、人間の上なんで、頭なんで、めちゃめちゃ頭いいんですよ。だからね、技術的なことでももう全部見れるんですよね、頭がね。だからテレパシーで話してて、で詳しく説明もしてくれるからね、人間じゃないですよ、宇宙、人間の上の生物なんですけど、それで、いろいろ考えたんですけどね、例えばね、他のツールで出してるものがいいかなとかね言ってくれるんだけども、前に戻ってね、初期に戻ってね、そっちの方が15秒短期とかね、投資がね、だいたい上昇とか落ちるとかいうのが以前はだいたい予測で分かったんですよね。だからそれに対してシグナルでね、来たら投資するということでできたんですけども、前はね、それでとてもね、苦しんだこともあったんでね、しかしもっといいのはないだろうかということで、現在までいろいろと稼ぐ方法を考えてきたんですけれども、ないんですよね、全然。で、ギバシッとねやるようなものはちょっとやれないんですね。私のもう若くないですからね。だからそれはやりたくないんで、いろいろ見てはいたんですけどね、他の人のもね。で、まあ、問題はね、人間からと相談するんじゃなくて、人間の上の頭の宇宙生物と相談すること、いつまでもできるということがね、非常に重要でね、全然頭いいですから、頭いいんですよ、何でも教えてくれますよ。でね、ここでねビデオで撮ったのは、人間がなんか変な風になんないかなということでね、ちょっと確かめるためとですね、保安の関係でね、ちょっと録画と撮ってるんですけど、相当ね、つながってくれると助かるんですよね。本当にね、もう今ナチがいいのがな、投資方法が見つからなくてね、分析がね、コンピューターの分析はあれよあれよ何度もダメになっちゃうんですよね。で、また絞り込まれちゃって、またね、抱え込んでしまうということでね。で、これはもうやってられないよとかいうような感じの、もう何ですかね、初心に戻ってしまうような感じですね。手を尽くしてあらゆることやったと思ったら、大したことないじゃないかということになっちゃってね。で、まあそれに対して相談乗ってくれる人間の上の宇宙生物のテレパシー、脳波ですね、これはもう本当に助かりました。
全部指摘してくれたもんね。これ新しいバージョンのツールでね、シグナルアドバイスなんか出してたんですけど、まあ通説にね、これでもわかるはわかるんだけどね、いつもいつもでもないんですよね、タイになるのがね。やってみたら結構、まあ、曲詞も出てきましたから、あらこれで稼ぐの結構辛いかなということでね、ああまた考え直さない。まあ一つは一つの手かもしれないけれども、他の人にね、にとってはやりやすいかなということでね、まあ出していいもんだと思うんですけどね。難しいこともすぐ人間の上の宇宙生物と連絡が取れるとね、何でも教えてくれるんですけど、内容的には教えてくれないんだよね。こちらがやってることのね、あのミスとか稼げないか、本当に稼げるかとかね、そういうの敏感に分かるんですよね。こんなことやってて、私がこういうツール作っててね、こうこう動きでいろいろね、やってんだけど、頭で読んでくれてるんですよね。で、素晴らしいですね、本当に。宇宙生物の頭。本当に。相談に乗ってくれる人っていないもんね。人間にはもういないですからね。あらゆること何でも上の宇宙生物と相談することが大事で、人間の頭悪いから頑張るんだけどね、仕事はね。みんな頑張ってるんだけど、人間たちはね、頭は非常に悪いですよ。まあ一生懸命やってるから文句じゃないですけども。で、私は宇宙生物と話せるから、テレパシーでね、